ベテランということで、まあ、まだあと 何年間できるだろうという、トレードっていうのはなかなかちょっと、ね、関係ないですからね、そこ相手っていうよりね、うんうん、そしたらいきなりなんか、後ろのおじさんが僕に声かけてきて、うん、で君たちジャパニーズかって言って、うん、はいっつって、うん、でこれは怒られますけど、本当に誰もがね、うん、まあ、今細川選手と大竹選手の、ね、2人名前で出してますけど、誰もが思わなかったですよね、これは。これはちょっと思わなかった。プロ野球 OB も含めて、はい、多分現場も含めて、まあ、まあ1年間伸びたなぐらいの、ねね、はい、でもそれでもよかったねっていうふうに思うぐらいのことが、うん、今からスタートできる、若いね、細川君なんかまだ20前半ぐらいですよね、うん、25とかそんな感じですから、うん、まだこれからいけちゃいますもんね、これで。すごい、体も強そう、体こっついですもんね、うん、ましてやね、結果出してくれてる選手がいるので、月間 MVP2 人が取るって、これ同じ同時でね、同時でこれはすごいですよ。対戦はまだないですよね。対戦はないですね。これまた盛り上がるでしょうね。これ対戦は対戦でどうなるんですか ね阪神中将大竹の細川で、はい、どうなるんですかね、これね。多分その時解説してますよ、はい、いやでもそういう時の解説だったらいいですよねなんかいやでも本当にこれで注目度はね、ガン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 、まあまあいずれ今年1回ぐらいはね、必ずね、ドイツリーグだからあるわけですから。中村さん、その前にひょっとしたら2人ともオールスターっていうのがある。いや出るでしょ、これが。これは絶対どう考えても出る、出るっすよね、このままいったら、うん、もう出るでしょ。これがまたもう夢の夢じゃないですか。もう成績だけ見てもね、もう成績でもう間違いないですよ ね今のままだったら。まあファン投票は分かんないですけど、はい、監督選手、選手間投票絶対出るでしょ、もう出さないといけないし。そうですよね。まあある意味、まあ、うん、プロ野球に入ってなんか夢っていうのはおかしいですけど、まあ夢を与えてくれてるね、オールスターですよね、うん、あれ。これはまたそこでね、はい、活躍してくれて、もうやりたいことやってもらえて、それで MVP とかね、いや一個一個も分からないですよ、ね、本当の夢ですね。楽しみがね、はい、ちょっと 見方も違ってくるので、まあ、周りの選手もね、また絶対いい影響をね、もらえると思うのでね、そこはいいと思います。逆に言えば、まあこうなったから言えますけど、うん、現役ドラフトのなんかに自分選ばれたら嫌だなとかって思ってたと思うんですよ。ああ、もちろんそうでしょうね、実際は。そういう選手じゃ嫌だなって思うんだけど、うんうん、ひょっとしたら選んでくれないかなって今思うかっていう選手もいるかもしれない。逆にそっちの方が強いんですよね。でアピールして2軍でも諦めずに、ちょっとなんかそれらしき人がおるんだよ、うん、ちょっとやっとこうかなって。まあ、大体編成の人はついてるから、いますよね、うん、まあ、こういう本当に、うん、システムができた以上はね、まあ、やりがいが本当に、まあ、一軍はね、みんな見てるので ね編成の人忙しくなりましたね。いや忙しいし、やりがいもあるし、ね、だって12球団見ないといけないわけですから。だってこの細川選手を中心の誰か分かると、こういいですよって、こうもう大ファインプレーでしょ。はい、すごいと思うんですよ、ね、誰がどうなったんですかね。わ、誰がどうなったかちょっと分かんないですけど、はい、もう大ファイン、もう一気に3段階昇格でしょ、はい、いや本当そうですよね。すごいでしょ、本当に。チームを支えてる。だって変な話、その助っ人として外国人取ってくる以上に今、そうですよね、まあ、アキーノさんと比較したら怒られますけど、だけどもうそれ以上の、で守備もちゃんとできてファースト守りますからね、うん、ということはもう本当にこの新戦力もうぴったりね、うん、横浜の中華街のおじさんとかがなんかいいのいるぞって言ってドラゴンズになんか言ったん、いやいや、ね、ほんとほんと。今年の現役ドラフトで中日狙いたい選手、一軍で活躍してない人を見なきゃいけないですからね。これが分からない、そこってことは編成というか裏の話を知らない、知ってる人じゃないと。でも本当に欲しいチームだったらね、まあ、例えば中日 のどの枝福田とかそういうね、うん、ちょっとベテランということで、まあ、まだあと 何年間できるだろうというだったらね、そういうトレードじゃなくてね、現役ドラフトにかけてあげても、そうです、ね、トレードっていうのはなかなかちょっとね、うん、こう相手があることだから難しい、はい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 、現役ドラフトでね、もうちょっと改善していけば関係ないですからね、そこ相手っていうよりね、うん、フロントは、まあ、チームによってね、代打、うん、が欲しいとか、代走が欲しいとか、はいはい、守備固め欲しいとかね、そうですよね、うん、現役ドラフトで言えば、うん、その
ダイソーでっていうのをね、うん、もうあのなかなか送りバンドできる選手がいないチームだったっていうんであれば、うんね、それもありですよね。全然ありだと思います、うん、むしろそのキャッチャーのさっき言ったこの控えが今一つキャッチャーにいないんだってなってくると、うんうんうん、そういうのでいろんなとこでこう、ね、バラ、まあ、広がってくるので、うんまあまあ、ここに関してはもう年々良、ねうん、くなっていくと思う、ね、いくと思いますよ。やるべきだと思いますし、ちょっとその野球をその見る視野も変わってきますよね、うんうんうん、あんまりその2軍ってこうとかそういう意識しなかったのが、そうね、2軍なんかいるねなんかって、それは全然2年、ね、僕は2軍中村さんと一緒に行ってどっかいつも試合見て、うん、あれいいな、オリックスなんとかっていうの、いやでもそうなってきて、なんかまあ極端です、それ、うん、本当に専用の人をね、はい、各地につけて、あの僕ねメジャーいると思うんですよ、うん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 、僕もあの AA 行って、うん、AA って変なごっつい田舎で野球するんですよ、うんうんうん、そしたらいきなりなんか後ろのおじさんが僕に声かけてきて、うん、で AA って行くと先発ピッチャーってこうチャートつけなきゃいけないんですよ、うんうん、バックネット裏行って、うん、もう35、6歳の僕がでそれで通訳と一緒に今ストライクカーブとかやってたら、うん、後ろの おじいちゃんですか、うん、君たちジャパニーズかって言って、うん、はいっつって、うんっつってドラゴンズ知ってるかみたいな言ってくるから、うん、いやこれ何言ってんドラゴンズだよもともとわざとかなとかっていう話をついてたら、うん、まあいいよ相手にしなくていいよって言ったら、うん、俺も日本で野球してたとか言うんですよ、うん、え何このおじいちゃんと言ったら名前はって言ったらゲーリーだった。ゲーリー、ゲーリー一緒にやってます、一緒にやってたゲーリーやってますでゲーリーが、うん、いやでも嘘だ嘘だって言って僕言ったの、うん、僕が中日でどっかで調べて、うん、多分中日話してるから、うんうん、多分そんな嘘だよって言ったら、うん、そしたらチクサとか言うんですよチクサって、ま、チクサ、ま、チクサ、ね、チクサとかって、うん、んって言って、え自分が住んでたとこ、住んでたとこなのかなと思って、うん、あなんかちょっとありかもしれないと思って、うんうん、ちょっと他ないんかって聞いてって言ったら、藤田ね、藤田トレーナーね宇野さんね、藤田ねとか言って藤田トレーナーの藤田さんえっつって、もう間違いない、これ本当のゲーリーだっつって、うん、ゲーリーさんは何をしてるんだったら、ゲーリーさんも顔見て分かんなかったでしょ、もう本当サンタクロースみたいでしたもん。で本人がゲーリーだって言ったんだ。ゲーリーも発音が違うかったんで、うん、最初、うん、ギャオーとかギャローとかでなんか、うん、なんか丸めてたんで、うん、いや俺は知らん、こんなんドラゴンズいなかったよって言って、うん、そしたら日本語 その多分カタカナでゲーリーみたいな感じで言ったから、あそうゲーリーね、落合さんね、ゲーリーゲーリーホームラン、最初来た時こうやったけど、落合さんにこう教えてもらって、ここからボンね、あ教えてもらったんですか、そう落合さんに、うん、神主だを教えてもらって、かっこよかったですよね、ゲーリー、ちょっと落合さんが例えばこれぐらいだったら、はい、ゲーリーはちょっとまだ心配する、ちょっと小さい落合さん。でもそう考えたら、あれもゲーリーってバリバリの時ですよ、中野さん、うん、そうだよ、年はでも10個ぐらい上、そうなんですよ、置いとかもない、え嘘です、本当ですか、うん、もう結構じっちゃんっぽかったですよ。じゃあヒゲ生えてたからじゃん。あそうですかね、太ってた、太ってました。で何やってるんだったら、うん、そういう AA とかで多分クビなりそうな選手、うん、もうあのあ8月ぐらいにもう、うん、結構切られるんですよ、うんうんうん、もういらんなってなってくると、うん、そしたらそういう選手とかいいのになっていう選手をこの他のチームに売りに、ああどうだって、こういうのいるぞっていうので、なんかこうまあスカウトじゃないけどそんなことをやってるんだっていうのが、いや面白いんじゃないかね、そういうの、いやそれは絶対ね必要だと思うし、まあ日本もねそういう感じに徐々になってくるんであれば、やっぱり面白いですよね、枠を増やして情報交換してね、本当面白いですよね、二軍戦のこのちょっとそういうところの、自分にはなかなか呼ばれない、なんかまあ運が悪いけど、例えば二軍に、まあ若い選手の2軍は全然張り切る、まあ、ちょっとベテランの2軍はちょっともうあるけど、 そういうね、見に来てくれるとかね、はい、そういうのがあれば、まあ、練習から興味出ますよ ねバッティングの2軍なんかはこうね、うん、あんだけ飛ばすのが2軍にいるんだ、それはちょっとやる方もやりがいが出てくるんで、はい、ちょっとなんとなく今2軍はちょっとだらっとしてるところがあるので、そうですね、チャンスがないなとかいう、うんうん、あるんだからそういう、まあ、この現役ドラフトがね、うん、できたのでね、はい、みんな二軍の選手、今現状二軍の選手たちもね、うん、
まだやりがいがね絶対あると思うし、これは夢っていうかみんなに夢がありますよね、うん、これはチャンスがあるよね、はい、一番バッターまず盗塁してましたもんね、うん、まあ絶対セーブなんです、うん、絶対セーブですよ、ね、絶対セーブ、まあ何やってもさせないから、はい、もういいって言うけど、まあ、もうツーベース打たれろって言ったぐらいですよ、ね、うん、僕ミーティングの時に絵描いてました